アネット・ピーコックはアメリカの作曲家、ミュージシャン、ソングライター、プロデューサー、編曲家である。彼女は電子音楽のパイオニアであり、1960年代後半に最初のモーグシンセサイザーの一つと彼女の声を組み合わせた。アネット・ピーコックは4歳になるまでに音楽を作曲するようになった。九百七十年代初頭のジュリアード音楽院における 学生時代を除けばずっと独学で学んできた。彼女はカリフォルニアで育った。1960年にジャズベーシストのゲイリー・ピーコックと結婚するためニューヨークに移り住んだ。1960年代初頭、彼女はティモシー・リアリーのアソシエート兼ゲストを務めた。ピーコックはアバンギャルドジャズ・サックス奏者のアルバート・アイラーと一緒にヨーロッパをツアーした。それは k イリー・ピーコックに続いて、ピアニストのポール・ブレイと結婚している間のことで、あった。彼女の作曲作品は、ポール・ブレイのアルバム、バラッツに登場し、ECM レコードのスタイルに影響を与えた。彼女は、発明者である、ロバート・モーグから、モーグ・シンセサイザーの初期モデルを与えられた後、電子的なボーカルを構成するパイオニアとなった。彼女は1969年11月に、 ニューヨークの視聴者で行われたブレイビーコックシンセサイザー賞に出演し、翌月には深夜の広告とジョニー・カーソン賞への出演を行い、フィルハーモニックホールでのコンサートを宣伝した。彼女の公式なデビューソロアルバム I'm the One は1972年にリリースされた。1970年代から1980年代にかけて彼女はカール・ハインツ・シュトックハウゼン、 ロジャー・ターナー、アラン・ホールズ・ワース、エヴァン・パーカー、ブライアン・イーの、ビルブル・フォード、ミック・ロンソンとの共演を経てからアメリカへと戻った。アルバム、アン・アクロバッツ・ハートは、作曲と編曲に2年を要し、前作のレコーディングから12年にわたる、休止期間を破る作品となった。アネット・ピーコックは、石のように冷たいオリジナル、イノベーターにして、一旦時、 本物のスイジェネリスであるとザ・クワインイータス氏のジョン・ドーランは語った。作曲のみ、参加のアルバムを含む、ありがとうございます。